はい、皆さんこんばんは、ワドツです。今日は2019年2月の13日、12時54分です。よろしくお願いします。リチゲットおめでとう。はい、ワドツ、何がびっくりしたの？どうした？何がびっくりしたの？なんかあった？エンさんいらっしゃい。いきなり出てきたってなんだよ。佐藤さんいらっしゃい。 BGM？ スミルクさんいらっしゃい。BGM カオスが作った曲だよ、これクールだよ。うわ、傷入ってるっぽいな、これ。そうだよ。フィルターの方だからなんとかなると思うけど。フィルターだからなんとかなると思うけどね。かなりヘビーに使ってるからね。おかえり。めちゃくちゃヘビーに使ってる。めちゃくちゃヘビーに使ってるよ。傷入ったな、これ。多分
た。よかった。世の中には埃が多いこと多いこと。カメラやると世の中がいかに埃まみれかわかるよ。いかねえな。ヒカル君今働いてんでしょ。持ってるからな、もう。もうしてるんじゃないの？多分。わかんねえけど。マジか、なんかいるっぽいな、これ。うぜぇ。なんかいるかも。あれ、これ、シャッター切れねえな。変な設定にしちゃったんだよな。エルフィアッシュエクストラファイン、デーペクファイン、エクストラファイン、デーペクフォーカーレンズ補正、ブランケットレンズ撮影。これシャッター切れない、なんだっけな。違う、設定設定、普通にカスタム撮影設定登録、こちらフォーカスエリアワイド、フォーカスセット、こちらどれだっけな。
でいけるかな。違うな。ピントが合ってないときにあのシャッター切れなくなってんの。違う呪いじゃない。ピントが切れないときにシャッターどうやってやんだっけな。クリエイティブスタイルピクチャープロファイル無制限 MF アシストってなんだっけ。フリッカーレス撮影ってなんだっけな。これかな。フリッカーレス撮影かな。フリッカーレス撮影。違うな。フリッカーレスはフリッカー撮る撮影だ。フリッカーレス撮影じゃなくて、対追値オートスローシャッターって、オートスローシャッターってなんだろう。オートスローシャッターとは。オートスローシャッター、わかんねえな。ピントが合ってないとき、わかんねえ。これピントが合ってないときにどうやって、やり方わかんねえな。マジで？Eマウントあります？Eマウントあるんすか？Eマウントですよ、僕の。メーカーが違かったらダメっすよ。ソニーっすよ、僕。どうやってやるんだろう。ダメです、ダメです。使えないです。レンズは E マウントっていうのじゃないと合わないです。どうやってやるんだろう。
わマジで困った。うわなんかいるな、うぜえ、なんかいる、うわなんかいる、なんかいる、なんかいるな、やっぱり。予想通りなんかいるわ。嘘だろ。あー触っちゃったよ。なんかいるわ。うせえ。気づいてよかった。うわなんかいる、なんかいる。うわ最悪。なんか嫌がる。あこいつだ。いた。あホコリだ。よかった。このホコリ一匹で映画ダメになるからね。うぜえマジで。治ってくれよ。オッケーオッケーオッケー、よかった、消えた。CCD？ 何 CCD って。
赤マウント取りに来るバカが来たの。何ミラーアップってなんすか。ミラーアップ、何ミラーアップって。何言ってんすか。ミラーレスなんですけど。どっちが素人なんすか。どっちが素人なんすか。勘弁してもらっていいですか。何でもかんでも上から言えばいいってもんじゃないでしょ。あ、アルファセブン3ですけど、それが安いかどうかは分かりません。30万ですけど、家フルサイズですけど、なんすか。いや使えばいいじゃないですか、別に僕には関係ないんで。使いたいカメラ使えばいいじゃないですか。いや、ミラーレスで動画撮るの普通に流行ってますけど、なんすか。あの、普通に現場で使われてますけど。普通にソニーの α7III でバリッバリ映像の現場で使われてますけど。何言ってんすか。半日の撮影、半日、6時間っすか ?6 時間っすか、それとも、何時間ぐらいかによりますね。半日が何時間って言われた方がいいっすね。使わねえよ、バーガー。6時間かかんない。3時間でだいたい、どんな人物で3時間だったら、都内だったらつうか、あの、顎足代別料金になるんですけど、15,000円で、15,000円から20,000円ぐらいを相談。その、例えば、僕一人で、僕が持ってる機材だったら15,000円で全然いいんすよ。あと交通費ぐらいで。で、東京とかで交通費かからないようなロケーションとかだったらそれくらいでいいです。で、ただ照明が必要な場合とか、室内で撮影するのか、そういう条件によってレンタルをしないといけないんですよ、機材を。その時は別料金追加で。で、照明使うとこういう写真になって、僕が持ってる写真だとこういう写真になりますっていう、そういうのは出せますね。
こういう機材があるとこういう映像が撮れますよっていう。ただ今のはスチールの話ですね。写真の話ですね。で、人物だと3万ぐらいですね。照明があった方が綺麗かっていうのはもうこういう話です。これくらい、もう単純にこういう話です。あ、もう iPhone でこういう風になるぐらいなんで、ないっていうのはあのプロの現場では考えられないっていう感じですね。そう、クオリティは全然違う。ただ外のロケーションの場合、自然光をうまく使うことはできるんで、逆に予算どれくらいでどういうのが撮りたいって言ってもらった方がありがたいですね。だから納品ベースでどれくらいの写真の枚数が必要なのかとか、なんつってか半端ないと。俺プロの現場もうバリバリ入ってるけど、あ、ぜひぜひ使ってください。ただまあめちゃくちゃ安いと思いますよ。あの 3,4 時間で、あの1万5000は多分めちゃめちゃ安いと思います。あとは写真のクオリティ見てもらって判断していただければ。多分どこもあの派遣すると大体 2,3 万はかかると思うんで、多分めちゃくちゃ安いと思います。いや、ちゃんとしてるところっていうか、プロだと5万で、個人でやってる人で2、3万、2はありえないかな、3ぐらいかな、2、5から3ぐらい。だからめちゃくちゃ安いと思いますよ、あの1号で動くっていうのは。だいたい僕が持ってるカメラのレンタルだけで8000円ぐらいするんですよ、カメラだけで。だから人気っすね。あの7000円は僕の給料みたいな感じで、配信できない時の補填してもらうっていう感じで、だから全然安いと思いますよ。そのシチュエーションによるんすよ。部屋がどういうホリゾントで撮るのか、そう、どういう写真を求めてるかですね。あの例えばそのアーシャを撮りたい場合とか、状況によって全然変わりますね。照明の数もあるんですよ。3灯照明焚くのか5灯照明なのか、あのでも全然違うし、夜撮るのか昼撮るのかでも全然違う。例えば夜撮るのに照明焚かなくて人を撮る場合だとちょっとありえないかなっていう。昼間だったらまあなんとかごまかしは効くかなとか、どういう写真を求めてるかによるんですよ。集合写真とかだったらいいんだろうけど、逆にそのアーティスティックにもう
和銅カラーでバチッと撮った方がいいのか、それともフラットな写真を求めてるのかっていう、アート系の写真だと小道具とかが必要だし、状況によりますね。まあちょっとしか見せらんないですけど、ミカエルさん今見てます？チラッと放送に映すぐらいしかできないですけど、あのこういうのとか撮ってますね。こういうのとかチラッとっすけど、ちょっとまだ非公開画像なんでちょろっとしか見せらんないですけど、ちょろっとで言うと、まああとこういう作品とか、うん、まだ非公開で今作ってる作品なんですけど、まあだからアート系によるのか、あエムさんこんにちは、アート系に寄せるのかフラット目のそのアーシャに使う写真なのかによって全然幅も違うし使用する機材が違うんで、エムさんありがとう、あのアイテム。正直その何をやりたいのかっていうところっすね。どちらかっていうと自分ではアーティスティックな写真の方が得意だとは僕は思ってるんですけど、それもでも求めてる作風がどんなのかクライアントによりますよね。M さんのあの電柱シリーズ、電線シリーズいいね、あれ。電線シリーズ好きだよ俺。あれ何ハイダイナミックレンジだっけ、あれで撮ってんの。いろいろ情報交換したいな。
バグってるわ。バッチダメだなこれ。F10 とかでカリカリにして、あとは現像。 F10 でカリカリ。あ、じゃあ特に設定いじってないんだな。あのね、アイテムの数が0円って表示されてて、あとここのテロップが変えらんない。テロップが F10 で、あとは現像。あー、じゃああれか、特に設定いじってる感じじゃないんだ。あとでもあれ、俺ね、あのパキッとした絵が好きだから。あ、中盤なんだ。中盤いいな、やっぱ。中盤使ってんすね。いや、中盤ありだよっていう話前回ミーティングで出たんすよ。フィルム何使ってます？あ、中盤の何がいいって言ってたっけな。もしかしたら俺も中盤デビューするかもしんないですよね。中盤のあのフィルムですげえもうこれしかないって言われてるやつがあるって言ってた。なんだっけ、中盤やばいっていう。こんなにいいのに撮れんだ。中盤のミラーレスなんだ、フィルムじゃなくて。あ、機材書いてあるわ。これでもいいよな。絵作りでもすげえ好き。じゃあライトルームとかでいじってんのかな。ていうかこの世界観で M さん作り込めばいいのに、セルフィーで。難しいよな、カメラマン立てないと無理か。セルフィー難しいっすよね。あ、ちょっと待って、 M さんこの前言ったあのパンツ履いてもらいたいって言ったやつの写真のイメージ、こういうイメージなんですけど、今時間大丈夫っすか？今暇っすか？ちょっと配信越しで申し訳ないですけど。ちょっと待ってくださいね、検索するんで。よろしく。こういうの行きたいんですよね。こういうの行きたいんですよ。
フィルターの、ライトのフィルターも考えないといけないんだよな。ナイスバディなんで大丈夫そう。なんかいい作品撮れたらいいっすね、お互い。ケツの方から、ケツ、ケツの方からってなんですか。後ろ向きで、なんで前嫌なんですか。まあその辺当日なんか見ながらって感じっすよね。腹と胸ね。まあ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 、それは当日いろいろあると思うんで。さんをどうやって撮るかマジで課題だよな。ココア様以来だからな、撮るの。使ってないメガネ。うわ、使ってますね。何に使う感じですか。使ってないメガネはないですけど、使ってるメガネしかないですけど、なんでですか。どういう使い方するんですか。使ってないメガネ。汚れても100均で買えばいいんじゃないですか。なんかそれっぽいの。黒縁の100均とかで売ってんじゃないですか。用意しときますよ、メガネ。ガテース、レンズあった方がいいんすか。レンズ抜いた方がいいんすか。全然用意しますよ。使い方によるけど、全然汚しても構わないし、これを。あ、じゃあなんか100均かなんかで買ってきますよ。
あ、了解です了解です。メガネはサイズとかないんじゃないですか。わかんないですけど、伊達メガネ買っておきます。まあ、3種類ぐらい用意しとけば多分雰囲気どれがいいのか。ぜひぜひ。ピタッとしたやつお願いします。ピタッとしたピタッとしたジーパンっぽいレギンスでもいいんだけど、あれプレミアムリスワンの表記なくなった。あれプレミアムリスワン表記なくなった。プレミアムリスワン表記がなくなったの、なんだ。あれプレミアムリスワンどこ行った。
メルヘンの方が好きだよ俺。メルヘンのコテハンの方が好きだね。X ハンドよりメルヘン X でフォローしてよ。俺はメルヘンの方が好きだね。俺のことフォローしてないじゃん、メルヘン。なんだよ。
今日、今日は、今日はこの音楽に乗せたなんかイメージ V みたいな遊びだね。なんか特にあのブリコラージュだから設計図はないね。感じたままに作るっていうか、この辺をね上目で撮ったらかっこいい映像撮れるよ。車持ってないんだよね、免許もないし。
あ、キズナさん、どうもどうも、お疲れっす。眠いっすね。どうぞ。前振りいる？知らねー。明日自分はチョコもらえますかね。明日バレンタインだ。カレー王なのにチョコ欲しがってるっていうのがじわじわくるんだよ。しかもアットマークがじわるし、見逃さないよ俺は。アットマーク以降見逃さないからね俺。何年やってると思ってんの。告白されたことないっていうのは結構コンプレックスなんだよな。和道さん付き合ってくださいみたいなの言われたことないかんな。言われてみてえよな。いや、なんか自然と付き合う感じじゃない？告白、ドキドキするような告白をされて悩んでみたいんだよ。会社帰りにドキドキしながら告白されるとかの光景が見てみたい。あー、そっか、仕事柄そうだもんね。はちゃちゃちゃ
ヤンデレちゃんいらっしゃい。不倫になるからって結婚してんの？おつおつ。映画は書いてあるけど、俺アーモンド嫌いだわ。俺あのガトー、なんつうの、ショコラっていうの、ああいうのは独身時代。え、今結婚してるんすか？独身時代。墓場で墓場バー面白かった。ネーミングセンス半端なくいいよね。墓場で墓場バー。婚約者がいるときに相手が既婚者。ああ、そういうことか。相手側が不倫になるってことか。なるほど。アイコちゃん超いいでしょ。墓場で墓場バー。墓場で墓場バーってどういうことだよ。墓場バいいよ。ねえ、やりたいね。プルームテック買ったよ。コスパ悪い？いや、コスパいいはずなんだけどね。プルームテック買ったよ。やめなさい。あ、永久に吸っちゃうよね。わかる。あの、パイポンみたいに吸っちゃうよね。わかる。それはわかる。マウスピースとクリップとケースも買ったよ。あとスタンドも買ったよ。もう超信者だから俺。わかる。でも永遠とっちゃう。8000円7000円分買ったからね。終わりが分かんないよね。プルームテックはマジいいよ。
いらっしゃい。ありがとう。ニコチンどれくらい入ってんだっけな。タールが入ってないんだよね。ニコチンどれくらい入ってんだろう。何ミリとかいう概念がないみたいだね。入ってるよ、ニコチンは。だから何ミリっていうのがないらしいね。アストロベリーマンゴーありだね。あ、わかる。ニコチン結構入ってるから。去年ベイプ買ったんだ。あ、スタンドめんどくさかったんで600円で買っちゃいました。これ買っちゃいましたね。あー、やっぱやめたらいいかもんだよ。あのさ、俺アイコスとかグローとか匂いが大っ嫌いだったの。焼き芋みたいな。これはマジでいいね。あ、俺もそう、俺も併用してる。こっち側に完全に乗り換えたいけど、なんかわかる、気持ちわかる。やっぱり併用なんだ。悪くないよね。でもね、アイコスダメ。プルームテックもアイコスみたいなやつ出してんだけどダメだった。臭くてダメだった。そうそうそう、焼いた芋っていうか、そう、あれきつい匂いするよね、なんか。俺、あれがむせるんだよね。うん、わかるわかるわかる。焼き芋が一番近いよね。ベイプないんだ。俺アップルにしたね。リンゴ味、エンソールのリンゴ出たよ出たよプルームテックいいっすよ。あれ、カレオさんアイコスだっけ、ベープだっけ。プルームテックの方が全然いいっすよ。これは50水だね。50水で5個入りなの。だから25水、250だね。250水。うわ、出た、グローとか。
遅れてる、出た、遅れてる。グロータあれ本体いくらするんですか。プルームテックこれ3000円っすよ。全然プルームテックっすよ。全然プルームテック。あ、グローも3000円なんだ。いいっすよ、いいっすよ、全然。紙巻きより絶対いいよね、絶対いいよね。走ってるから分かるけど肺活量上がってるの。そう、絶対これ体にはいいはずなんだよ、悪くないはずなんだよ。ただ結構吸いすぎてヤニクラになることはある。だからニコチンが効きすぎてるっていう。試します。めちゃめちゃいいっすよ。ちょっと弱いかもしんないけど、吸い方にコツがありますね。長めに吸って、なんかこう、やらないとダメですね。で、そう、吸ってる感が強いプラスっていう太いのが今販売されてますね。僕はノーマルのやつ買ったんですけど。全然ありっすよ。確かにこれはスイスイ吸っちゃうんだよね。わかる。プルームテック問題。タバコの終わりがないっていうのすげえわかる。どこでやめていいんだみたいな。あ、多分匂わないっす。むしろ超いい匂いしますね。なんだろう、なんか香水吸ってるみたいな。なんだろう、なんだろう、キャンディーみたいな味しますよ。なんなんだろうこれ。飴だよね、飴。口臭絶対マシになる。むしろ部屋の中で吸っても全く臭くない。ぜひぜひ。お疲れっす。頑張ってください。いや、変えた方がいいと思いますね。いや、これ路上喫煙、東京だと3区だけ禁止してる。新宿は路上喫煙ありだね。っていうか、はっきり言って部屋の中で吸っても、だってなんだっけ、空気清浄機が作動しないもん。で、全く臭くない。隣で吸ってても。ひどんなさん、タバコ吸わない人なんだけど、全然匂わないって言ってた。むしろいい匂いがするぐらいだよ。グローとかの焼き芋の匂いとかない。なんか香水みたいな、なんか。なんか甘い匂いがするって感じ。部屋の中で吸えるのが便利じゃん。なんか俺は部屋の中で、そのもうミーティング時とか部屋の中とか
空き巣はうまい方なんだ。いや、いいっすよ、マジで。俺はそのアイコスとかグロー大嫌いだったけど、これはすごいと思った。多分ね、こっち側に全部持ってかれると思う。これ JT 本気出したなっていう風に思った。グローとかってあのタバコを刺して焼いて、低温200度で焼いて吸うって感じじゃないですか。これはこれがタバコなんですよ。これがニコチンなんですよ。新作なのかな。でこれがあの中に水が入ってんですよ。簡単に言うとこの中に、これ取り替え式なんですよ。こっちが本体なんですよ。でここに水が入ってて、その30度でなんていうの、水蒸気を出すみたいな仕組みなんですよ。これをこう刺して、この上の部分が売ってるんですよ。でこれつけて、これは別売りなんですけど、で吸うと水蒸気が30度で入ってっていう仕組みなんですよ。水タバコに近いのかな。水タバコだよねこれね。で USB で充電するっすよ、これで。90分でフル充電なんですけど、こういう感じっすね。これをブスって刺すと充電できるんですよ、っていう仕組みっすね。そうだよね、水、水蒸気を吸うんだよね。でこの上のカプセルがニコチンが入ってるっていう。そうだよね。だから焼いてる匂いがしないですよ。煙がないっていうか。ありがとう、アイテムありがとう。ハブラッシュさんのサムネは何だろう。充電したままは使えないですね。ベイプはニコチン入ってないんだよね。ニコチン入りのもあるけど。AF ちゃんなんだ、ぶっさぶっさ、うん、あーどう、いいでしょ。プルームデッキやばいでしょ。いや、プラスも試した。全部試した、俺。プルームショットがあるの、家の近くに。俺は、正直なんか、太いし、プラスの方は。なんか、やたらそのアタック感出そうとしてて。超いいよね。プルームテックマジで来てるよね。これは、逆にタバコ吸えない人も吸えるぐらいだよ。これ多分。プルームテックはマジでいいよ。びっくりするよね。特になんかフレーバーとか、フレーバーも選べんの。ブルーベリーとか洋梨とかリンゴとか、あとさっきなんだっけ、あのピーチ&なんとかとか、結構いろんな種類出てて香りがすごい楽しめるよね。あのね、そういう人はプラスがいいかもしんない。俺はプラスはちょっと過剰に出すぎてるっていうか、要は水蒸気の量多くしてるんだろうけど、物足りない人はプラスの方がいいかもしれないけど、太いじゃん。なんかデザインがダセーと思って。甘いの以外のもあります、あります。普通のもあります。ただね、タバコとは別ジャンルみたいな。俺やったことないんだけど、シーシャみたいな感じだ。あの水タバコっていう、多分あれに近いんだと思う。あ、そうなんだ。おテント総帥。プルームテックマジで。プルームテックはね、結構クレーム少ないかな。調整はできない。だから、アタックが欲しい人、要は吸ってる感が欲しい人は、
水蒸気の量が多いプラスっていうのが新発売されてて、ただ今品薄で手に入らない。値段は5000円かな。俺はそっちはねやりすぎって感じで嫌だった。水蒸気がブワーってくる感じでちょっとパワー強めみたいな。俺はこっちでちょうど良かったね。フレーバーやった、なんかねフレーバー足りない人もいるらしいよ。俺はこれ全然良かったけどな。めちゃめちゃありだったね。結構いい買い物したなっていう。俺電子タバコ絶対乗り換えないと思ってたけど、なんか捨て頃でその肺活量が足りないの分かってたの。もうどんだけ走っても肺が足りないってなったけど、今上がったもんね。ちょっと乗り換えたら半分こっち半分紙タバコみたいな。爆炎なんだ。あ、俺マウスピース以外マウスピースつけてやってたわ。ずっとこれでやってみようか。ちょっとやってみるわ。マウスピースなしをやったことなかったわ。ちょっと吸ってみるね。あった方が俺は好きかな、マウスピース。あのねこっちの方がやっぱタバコの光景だから、俺はあった方が好きっていう。もうなんか、なんだろう、口当たりの問題じゃん。マウスピースあ、マウスピースあった方がアタックは強い。マウスピース800円高いけど、あった方が多分ね、ここの口径が少ない分多くきつえるんだと思う。あった方がアタック強いね。アタックは強い。うん、全然こっちつけた方が強い。これ買った方がいいわ、マウスピース。なんかこっちの場合だとアタック弱い。俺マウスピースずっとつけてたからだわ。いや買った方がいいわ、アタック弱い人は。全然アタックが違う。マウスピース買った方がいい。うん、マウスピースあった方が全然いいわ。アタックってタバコ吸う人なら分かるんだけど、吸ってる時の喉の奥に重さがあるかどうかっていうの、アタックっていうの。結構タバコ吸う人アタックって言葉使うよね。なんやって言われたけど、なんかビールの喉越しみたいな感じ。この喉の奥にグーって入るかどうか。いや、マウスピースどうなんだろう。プルームテックショップでは売ってたし、俺が初めて吸わせてくれた人は持ってたね、これ。俺は赤かったけど。通販とかで売ってんじゃないの。いや、アタック普通に言うけど。マウスピース全然いいよ。あ、そうなんだ。へえ。
ってこよう買ってこよう。俺のケースはこんな感じだね。磁石で止まるタイプ。こういう感じ。ケースもいっぱいかっこいいのあるよね。これは電車箱に革命が起きてるよ。タバコのねストレス減るよね。ケース1000いくらだったと思う。ごめん、パキってこう、あ、ここに USB 入れられて、ここに残りのカートリッジ入れられて、でここにパキッとはめる感じ。正直ね、クリップはいらない。このクリップ使わない。これは失敗。これはなんかスーツのここに留めたりするのだったらいいかもしれないけど、このクリップは全然使わないね。っていうか四季のすっぴんのぞみさんにそっくりなんだけど、超似てない。四季のすっぴんさ、のぞみさんに超そっくりで、顔が面白いんだけど。おはよう。バカありがとう。アイテムナイス。鮫島のお姉さんにそっくりなんだけど。ありがとう、パフェありがとう、サンキュー。いやすごかったよ、足めちゃくちゃ短かったかんね。マジで超デブだったもん。クソ笑った。足めちゃめちゃ短くて、超なんか太ももとケツが垂れてて、めちゃめちゃケツでかいの。やべえなとか思ったもん。なんか詐欺にも程あるだろうと思って。いやマジでこんなに違うのっていうの初めて見たかもしれない。マジで足短いの。超短足で、なんか超足太くて、なんかすげえなと思ったもん。多分アスペクト比ごまかしてるでしょこれ。ありがとう、花火ありがとう。ねえ楽しかったね、花火。あざーす。俺も楽しかったけど怖かったよ、すげえ。あそこの写真ツイッターにあげたよ。やばいっしょ、墓の数。見た？ツイッター。超怖くない？これツイッターに写真あげたんだけど、こんなだよ。これの倍以上かな、4倍5倍ぐらい。そう、なんだろう、画角、カメラの画角は狭いけど、これの倍向こう側にあんの、奥に。で無縁仏が4000体、うん、
場所はね、あの有方山っていうところだね。有方山、これ四千体の無縁仏がある。すごいよね。誰かが集めたんだよね。芸能人とコラボ重大発表。浜崎あゆみのバックダンサーとか需要あんの？知らないけど、それって芸能人なの？いや、浜崎あゆみがコラボするんだったらすげえ、式すげえってなるけど、浜崎あゆみのバックダンサーって芸能人っていうか一般人でしょそれ。違うの？俺一般人だと思うんだけど。芸能人なの？どうなのそれ。違うでしょ。周也、知らない誰だか。ありがとう。これカオスの曲だよ。あれ止まっちゃった。え、なんで、え、音楽止まったんだけど、なんで。あ、音楽止まったわ。ちょっと待って、この曲いいよね。カオスの曲だよ。花火ありがとう。あれ、こうか。いや、カオスに、いや、好きなの使っていいよっていっぱい楽曲提供してもらった。超いいよね。いろんなバージョンの曲あるよ、サイケだけじゃなくて。カオスの曲聴こうか、他のも。いやマジで、だからそうそう、かっこいいやつは何やってもかっこいいんだよ。で、かっこ悪いやつは何やってもかっこ悪いんだよ。これでしょ。カオスは何やってもかっこいいわけよ。デザインやっても写真撮っても、これがセンスなんだよ。なんでその俺にさ、そういう口調やめない、のんちゃん。俺にそういう口調はやめない。それマナー違反じゃないの？これもカオスの曲だね。かっこいいよね。いいね、ありがとう。花火もらったんだ。花火ナイス。いや、かっこいいよね。てかカオス映画協力してくんねえかな。カオスに俳優やってもらいたいんだよね。
いや、断られてんだけど。何回も。何回もオファーかけてんだけど。まだ一回も会えてないんだよね、カオスと。ゲンちゃんしか見ない。ゲンちゃん推しなんだ。スリップノットみたいなの。なんかアルバムのインストみたいな。ありがとう。まあ多彩だよね。めちゃくちゃ多彩だよね。
曲何分あるんだろう。7分か、結構投げんだな。今までの出資で何か前に進んだのか、今までの出資で何か前に進んだのか。30万出資していただいたおかげでカメラを購入することができて、映像作品を作れるようになったっていう、写真を見せてるはずだし、映像を見せてるはずなんだけど、それが何か。そしてあんたに何の関係があんだよ。出資してくれた人からクレームなんて一件も来てないけど。一円も出してないあんたに何の関係があんだよ。答えろよ。ゴミが。いいよね、かっこいいよね。
じゃあ俺風呂入って撮影の練習行ってくるわ。